こんにちは、ナムです。パワープラプリやっていきます。今回は無敗の魔球ナルミユート実装決定ということで、皆さんとデッキ案や性能についてね、見ていければいいかなというふうに思います。よろしくお願いします。ということですね、先ほど公式のツイッター情報で無敗の魔球ナルミユートが明日の2時から配信開始ということで正式決定したようです。で、ナルミの性能の方がこちらになります。ということで、投手だとコントロールの上限がまず2つついて、オリジナル変化球ランブルフォールとギアチェンジ、またはミスターゼロとギアチェンジの2個取りの選手になりましたというところ。そしてかつ変化球と守備練習になったということで、おおむね予想通りだったかなというふうに思います。で、上限ついて金徳2個取りのキャラになったので、まあ当然ね、最前線のキャラクターにこれでナルミもね、前に出てきたということで、まあ、この性能の紹介と、あとはじゃあどういう感じのデッキを組んで、まあ、どういう投手を目指していくのかなってことを、皆さんとお話しさせていただきながら、ミサンカからのね、意見もね、いただけたら嬉しいかななんていうふうに思ってます。で、まあ、花丸なんですけど、現状これに、ま、しらせを入れてるデッキが、まあ、多いのかなっていうふうに思います。で、今のところの、こう、テンプレートじゃないですけど、まあ、スバル、アーサー、モルモト、サナ、そしてオクタビア入れて知らせというところですね。で、結構こう組み方は難しいかなっていうふうに思っています。というのも、まあ今現状、例えばこのスバルを外したとして、そうするとコントロールの上限が4減るので、まあナルミを入れても4にしかならないと、まあ、そうしていくと結局スバル入れた方がまあ高いんじゃないかな。そして多分ナルミが2個確定であるとは思えないので、まあそういうところもどうなのかなとか思っていたりはします。で、まあ個人的にはですけど、やっぱりアーサーとボルモト、サナ、オクタビア、そしてもう一人のシラセに関しては、なかなか外しにくいキャラクターになっているかなっていうふうに思うので、現状こういう形を取るのか、もしくは、まあサナ抜きのデッキですよね。かなり立ち回り的には難しくはなるんですけど、やっぱ体力の回復要因がいなくなるので、まあそういった意味では難しくなるんですけど、まあこういう考え方をしていかなきゃいけないのかななんていうふうにも思ってます。なので、まあ、なるみが入る枠としては、まあどっちかのキャラクターを外していく。で、コントロールとスタミナの上限をしっかりと6にするのか、もしくは、他の方法でね、こう動いていくのかっていうところですね。まあ他の方法といえば、やっぱりここを外すとかね。まあモルモトを外していくっていうことも結構考えなきゃいけない感じなのかなというふうにも思ってます。そうすると、やっぱり今、こうガチャにもいる、ヒクドアイダーとかですね。だからこの辺を結構刺したくなってくるのかなっていうふうに思います。そうすると、まあ、知らせを入れて、今のところ、まあ、上限全部揃えてっていう形で一枠ね、あまりも出るので、まあ、誰か好きなキャラ入れられるなっていう感じにはなりますね。まあ、彼女キャラクターだったら、こう、サラでなくてもいいとは思うので、なんかそういう感じのデッキの組み方を組んだりとか、まあ、結構、面白い形にはなるのかなっていうふうに思います。で、ナルミ自身の得意練習が変化球と守備練習ですし、そしてかつ、元々のナルミの旧バージョンが、この技術ボーナス持ちのキャラクターなので、おそらく新バージョンも、変化球と守備練習の得意練習にかかる、まあ、技術ボーナス持ちが、こう、かなり有能、まあ、有能じゃないですね。濃厚なんじゃないかな、というふうに個人的には思っています。なので、まあ、組み方的には、新街道を外していく形になるんじゃないのかな、とは個人的には思ってます。ナルミ入りの場合はね。ただ、新街道を減らしたデッキって、査定的にどうなのっていうのがあるので、まあ、もちろんね、ナルミが成功すれば、ミスターゼロとギアチェンジ両方取れるんで、まあ、かなりね、査定値高い。金徳二つになってるんで、それはそれで強いと思うんですけど、まあなんかこう新街道外すほどかっていうのは、ちょっと正直現状を感じているところですね。で、まあなるみどうなんでしょうね。もう一人誰か入れるとすれば、まあもちろんその、こういう選択肢もありだとは思います。まあこの選択肢で彼女なしで突っ込んでいけば、特に新街道入れなくても査定的にはほぼほぼ、まあ同じかもうちょっと上ぐらいになるんじゃないのかなって思っているので、やっぱスバルのコントロール106ってかなり大事だと思います。ただ、やっぱりその体力回復のところをどう考えるか、まあその、
休むコマンド自体を 2,3 回使うぐらいで、まあ、済むんであればいいんですけど、やっぱりそのスクラップがねデートすると5個もらえるっていうのが花丸高校では相当強いところなので、まあ、個人的にはあんまりサナは外したくない。まあクリスマスとかも含めて確実に彼女になってくれて体力回復をその辺で計算できる。そしてバレンタインとかでもね、計算できるってことまで考えると結構外しにくいキャラにもうすでになってるかなっていうふうに思います。あとナルミに関してはまあこの旧テーブルがそうなんですけど、50にするとその最大の進化を発揮するテーブルになっているんですね。なのでガチャで正直 PSR を引けるかっていう問題もあったりはします。まあ45でも十分強いとは思うので45は作りたいなというふうには思ってるんですけど、まあやっぱりナルミクラスのキャラクターだとせっかくこう元のバージョン50もいるんで、まあ作りたいななんていうふうに思ってます。でナルミに関してはまあ二刀流のキャラでね変化打撃っていう形なので、なんか一概にじゃあ無敗の魔球ナルミユートが出たから別バージョンを食べさせようっていうのもまあ友沢とかと一緒でちょっとなんかこう考えにくいなんていう風にも思ってます。最近だとワールドクラスのイカリスムとかはまあ混ぜちゃったりしてるんですけど、ただその元のバージョンの暁イカリスムも結局そのラグビー持ちの適正競技でアスレティスで使ったりとか、まあ、結構いろんな方が考えられるので一概に別バージョン出たから混ぜるっていうのも最近はちょっとどうなのかなっていうふうにも思ってます。なのでまあ、こう結構考え方としては難しいいい塩梅だなっていうふうにまあ、個人的には思ってますね。まあ、強いけどなんか組み方がこうバチバチバチってこう全部ハマっていくような感じではないのかななんていうところでは思ってます。ただまあ間違いなく強いと思います。やっぱ守備練習が入ってくるとそれだけでまあ守備のところも無駄にならないですし、まあナルミのタックがねたくさん来るかっていうところと、まあその複数タックが結局守備では組めないんで、まあそういうところまで考えるとまあどうなのかなみたいなところはあるんですけど、まあ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 個人的にはありなんじゃないのかなってすごく思ってます。まあ守備練習でね取れるポイントが大きくなれば、まあ敏捷点ですよとにかく。まあそこがこう一気に解消されて、まあついでに技術も多分これ解消されると思うんで、まあナルミに関しては非常に楽しみにしたいなっていうふうに思ってます。で、まあ変化球と守備、まあそこを入れるんであればやっぱりスタミナキャラもうちょい積みたいかなっていうのはあるので、まあ、個人的にはですけどやっぱりサナは入れていきたいキャラかなっていうふうに思ってます。まあなんでこういう形に知らせから僕は入りそうな感じはしますね。かなっていうふうには思ってます。まあモルモトでもいいとは思うんですけど、まあナルミでどれだけ技術を稼げるかによりますね正直。まあそこによるので、まあもちろんこういう方もね、まあモルモト型もありだと思うんですけど、そうすると結構上限がねスタミナ4のコントロール104っていうのはまあそのスバル入りに比べてどうなんだろうなっていうのはまあちょっとだけ思っていたりはします。まあスバル入れるとやっぱコントロール106に変化球プライドにオリヘンまで取れるんで、なんかそこまで考えるとどうなんだろうなっていうのはまあすごく正直な感想ですね。まあもちろん使ってみてイベントが変わっててめちゃくちゃ強い、使いやすい、体力の回復も多いとかだとその評価っていうのはね、まあ知らせとあとはもう一人のね、キャラクターではないですけど、まあ結構変わってくるかなっていうふうには思ってます。なのでまあ出てからですね、っていう感じはするかな。はい、なので明日まあ出た時に使ってみてそれからかなっていう風には思ってます。でまあそこでねこうナルミの強さ、ナルミどうしたらいいかっていうことも含めてこう見極めしていければいいかなっていう風に思うので、明日はねぜひぜひ皆さんナルミ楽しみにしましょうっていうところと、あとはなんかちょっと番宣的な感じなんですけど、実はですねこっちかで、はい、実はですね僕 PF9 ランクの選手作れました。で左上の選手できたんで、これもそのうち公開したいと思います。多分明日は花丸やると思うので、まあ、ちょっと先にはなると思うんですけど、こうようやくね P ランクも見えてきたかなっていう感じはしています。まあね P はあと一発タックハマって格闘集客一個ずつ取れればって感じなんで、まあ
ようやく手の届くところに来たかなっていう感じですね。で、やっぱりその査定値を考えたデッキだと、まあその取得する経験点自体を減らせるので、まあそういう形で今後もちょっと P 挑戦はこう挑みながら、花丸も楽しみながら、いろんなデッキもね、結構ね、いろんなデッキをね、皆さんに紹介しているとね、やっぱね、自分のね、絶対に組みたいデッキはこれっていうことじゃない時もあるんで、なかなか試行回数が詰めないんですけど、まあそんな合間を拭いながらもね、しっかりとこう、皆さんにね、あっと驚くような結果が出せるように、裏で、しこしこ頑張っておりますので、ぜひ応援いただければ嬉しいかなというふうに思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。